きましょう。政治学が専門なんですけども、今日はその、題名はまあ2010年代、まあ、2011年からですよね。その社会運動って話ですけども、まあ、初めに話をしていくのは、まあ、今回の野党共闘の中で結構ですね、どういうふうに考えるかって話をしていきたいんですが、で、現代層という雑誌がありまして、この前出たばっかりなんですが、これがまあ、3.11の社会運動という特集で、まあ、私も書いてますし、まあ、小熊英二というですね、ご存じかもしれませんが、そのとシールズの小田君たちの対談であるとか、あと関西シールズですね、これは何人か私が聞き取りをしたんですけど、大沢さんとか、パクさんという方ですけども、まあ、そういうふうにその、まあ、何本かの論文と、あとまあ実際にその3.11以降の原発や防災で、現場でいろいろやってきた人たちの、まあ、声というか、そういうものを収録してますので、ぜひまあよかったらお買い求めください。レジュメがですね、これ入ってますので、このまあ大体これで通り話をしていきたいんですけれども、で最初にまあさっき言いましたように、まあ野党共闘の話をしていくわけですけれども、まあ日本の政治っていうのはまあ、もう長い長い歴史があるわけですけれども、まあ、こういう形でですね、まあ野党がですね選挙協力をしていくっていうのは。非常に画期的なことだと思うんですね。で、まあ、そのこういう野党共闘ができた背景というのは言うまでもなく、去年のですね、安保法制をめぐるいろんな人たちの戦いというのがあって、そういう意味では社会運動が、こういう政党を結びつけていったということがあるわけですけども、過去にも、じゃあ過去はどうだったのかと、去年の、あれ安保法制の運動というのは必ずよく、比べられるものですね。1960年の安保闘争、ですよね、まあ、ご存知だと思いますけれども、まさにその日米安保条約の改定をめぐってですね、日本の政治史上、まあ、最も多くの人たちが、立ち上がりですね、当時の、まあ、安倍晋三さんのですね、おじいさんだった、岸信介さんをですね、まあ、退陣に追い込むことに結果したわけですけれども、まずあれと比べてみてもですね、全然違います。まず一つは、60年安保闘争が終わるわけですね。でその後、社会運動の方がどうなったかというとですね、まず当時のですね、主流の学生運動、文徒というグループがいましたけれども、これはもう、四分五裂していくんですよね。もう、あっさりと分解していってですね、もう、バラバラになっていくわけです。で、もう一つは、じゃあその野党、当時の野党のなんか何か動きがあったかというと、政党間の枠組みは全く変わらない、わけですよね。でそのしかもですね、その半年後かなに解散総選挙があるわけですけども、これ自民党が勝っちゃうわけですね。むしろ自民党が勝利して議席を伸ばしていくことになります。事実上この時がですね、日本社会党という政党のピークで、ここから社会党は徐々に弱くなっていくっていう、そういうふうになっていくんですよね。ですからそういう意味ではその野党がですね、自民というものに対抗する形でブロックを作ってっていうところか、自民党はむしろこの後ですね、1993年まで一党政権をずっと続けていくことになったわけです。もう一つは70年代ですね。この70年代に入ってくると、国政ではですね、自民党の支配は続きますけれども、地方自治のレベルでいうと、社会党共産党やですね、まあ、時には公明党も入った革新自治体っていうのは全国でできています。京都はまあ60年代からありましたけれども、東京は井上知事、から神奈川、静岡、愛知、そして、まあ、京都かな、でそして大阪、神戸か、ずっとその社協が、首長になる、を取るという、まあ、ベルト自体と言われましたけれども、太平洋沿岸地域でばーっとですね、いわゆる社協の自治体がばっと広がっていったわけですよね。これはまあまさにその社会党と共産党が、まあ、地方自治のレベルですけども、まあ、手を組んだ。非常に貴重な経験だったわけですけれども、ですし、このやっぱりその共闘ができた背景には、住民運動で、特に70年代の時は、まあ、今と同じで、保育問題なんですね、特に保育問題と公害問題、これが非常にこう都市区で深刻化してきて、それをバネにした住民運動がこれを支えたのは事実なんですけれども、しかし、この時の運動ってのは、やっぱりですね、政党と、あと知識人がリードしてるんです。まあ、政党は言うまでもないですけれども、特に革新都政、東京都でいうとですね、雑誌岩波
岩波の雑誌セカルっていう雑誌がありますけれども、岩波文化人と言われている人たちですね、安江亮介さんという当時の岩波の編集長かな、雑誌世界の編集長だったか社長だったか忘れましたけれども、そういう岩波書店の本を出すような識人たちが、リードしてですね、いろんなネゴシエーションをして、作っていくと。市民が主人、市民はそれを支えましたけれども、自ら、この連合体を支えていくというふうにはなかなかならなかった、わけですね。大阪も黒田良一さんという、まあ大阪時代の、先生が知事をやっていましたし、まあ、その学者主導だったんですね。あくまで、まあ、政党とか知識人が、まあ、主導したものだったというふうに言えるわけですね。で、今回はそうじゃないんですよね。学者の会っていうのがありますけども、まあ、学者の会は中野浩一さんとかですね、佐藤学さんとか頑張ってますけども、まあ、脇役ですよね。言ってみれば、彼らが何かこういろんなことを動かしてネゴシエーションしたわけじゃなくて、彼らは市民連合っていうものの一角に加わってパカッとしただけで、実際には後でも話しますけれども、ほとんど地方の動きなんですよね。地方の中でそれぞれの地方でそれぞれの地域の人たちがやっぱ話し合って、でそれでやっぱりそうしたいっていうふうに、まあ、政党が引っ張られていったっていうのが、現実、だったと思うんですよね。で、2枚目に行きますけれども、で何があったのかって、でまあ結果的に今の状態、今の状態っていうのは、与野党が選挙協力しろってだけじゃなくて、じゃあ政策協定を結びましょうって話なんですね。しかも政策協定が安保法制の破棄だけではなくて、いろんな課題に広げましょうっていうなってる。で、これも変な結末なんですよ。初めですね、安保法制が、終わった時、国民連合構想っていうのをですね、共産党が出しましたけども、あれは要するに、まあ、政権構想でありますけれども、一致点は安保法制だけなんですよね。でそれだけで、政権を目指して、まあ、取れるかどうかわからないけれども、選挙協力をしていくと。で、まあ、それだけの一点で、それを廃止したら、もう一度チャラにしましょうというものだったんですね。だから一点共闘だったんですよ。ところが、出来上がった、今なってくると、一点共闘とかいろんなもの、もうなんか一緒にやりましょうって話になってるわけですね。だから国民連合構想よりもある意味では話が進んじゃってるわけですよ。もっと一緒にやるもんやったら増えちゃってるわけですね。だからそのやたら国民連合政府はダメだって言ってたのに、内容的に言うとそれよりも、よりなんか、政策的な縛りの想定っていうのが進むっていう、まあ、変な結末になっちゃった、わけですね。でこれなんでなったのかっていうことなんですけども、結局これ誰も予想しなかったと思うんですね。いろんなですね、この5ヶ月間さまざまなことがありましたけれども、そのまあ、結果的にはですね、もう本当にその政党それぞれの思惑を超えた形で、その世論と運動に動かされる形で、結果的には国民連合政府構想よりもある意味ではレベルが高いと、内容的にはハードルが高い、ところに、まあ、一点が作られるようになったわけですよね。で、その過程ですけども、まあ少しその時間を遡って話をしてみますと、まあ、その共産党がまあいわゆる国民連合政府構想を提示したわけですね。去年 の、 そのまあ秋というか、安保法制が終わったときに。で、まあ、直ちに生活の党、社民党が乗ったわけですけども、民主党はもう激しく動揺していくわけですよね。で、なんでなのかっていうことなんですね。で、その民主党って政党っていうのは何なのかっていうことを、そのまあ、考えればいいんですけども、ちょうど現代思想にですね、大井赤井っていう、まあ、その後輩の政治学者が民主党の分析を書いていまして、彼が非常にうまい言い方をしていて、民主党って何かっていうとですね、民主党っていうのは未熟であるがゆえに可変的である、変わりうるし、軽薄であるがゆえに可動性がある、いろいろ動きがある、信念がないゆえに運動へも反応し、軸がないゆえに、世論に引きずられると。まあ言い換えれば民主党は運動に対して、まあ、官能性、可能性があるんだと。中身が空っぽだからどっちも引っ張られるんですよと、そういう政党ですよと、まあ、彼らがこう書いてますけど、まあ、大井君の言う通りなわけですよね。要するに寄り合い状態の政党なわけですよ、民主党って。信念ないわけですよね、ほとんど。で、そのどういう内容かとかレジュメに書きましたけども、そうすると執行部が弱いわけです。非常に弱い執行部じゃない、そして、勝手なことになるわけですよね、中で。でその一つがいくつかの分類すると、まず執行部は、まあそうは言っても執行部は、おそらくは、まあ、組んだ方がいいと思ってたと思うんですね、初めから。だけど全然もうみんな向いてくれないわけですよ。
で特に右派ですね、前原さんとか長嶋さんとかですね、でこの人たちが困るわけですよね。こんなんで共産党と困られてしまったら自分たちの居場所がますますなくなってしまうということで邪魔をし始めるわけです。でそのとにかく彼らとしてはもう維新、場合によっては大阪維新と組んで自分たちの味方を増やすことによって党内の主導権を握ろうということを必死で工作してました。でそれでまあ、兵庫のなんとかって人辞めちゃいましたよね。もう離党しちゃいましたよ、名前忘れましたけど、あの議員が維新から民進から辞めてしまいましたけど、ああいうふうにもうさっさと辞めてしまう人も出てくるし、とにかく、なんと躍起になってですね、西谷町をずっとやってました。でそれだけじゃなくて、そういうふうに表に出てないけども、邪魔をする人いましたよね。京都の市長選挙 のあそこの三区、福山哲郎さんとしてですけども、彼は今日も共産党の大阪のデモに出てますけども、まああんまり言いませんけど、まあ本当に邪魔してくれましたね。もういろんなところで市民運動で、要するに彼らは何したかったかというと、要するにあの、まあ、バックは多分前原さんだと思うんですよね。で、まあ、安保法制に対しての評価は違うんだけれども、とにかく一点は反共なんですよ。ただ共産党を抜きにしたいと、でできれば共産党抜きで、そういう市民運動のイニシアチを取りたいと彼は思ったんですね。要するにですね、民主党はなんとか自前のそういう市民運動を、取り込ん でそれをやっぱり自分たちのバックアップする組織にしたかったっていうのは、民主党の人みんなはそう思ってんじゃないんですよ。ただそういう形で自分のやっぱりそういう意味ではあの勢力を広げたいっておそらく福山さんは思ってたと思うんですよね。だから単純に京都はまあ昔からですね、共産以外が全部組んだ形で市長選やその府知事選だけじゃなくて、まあ、もろもろの票のやり取りとかっていうのをするのが有名な話ですけれども、そういう京都だから福山さんが新たっていうだけじゃないんですよね。あれはやっぱりそれなりに全国的な政治の中で、やっぱりその市民運動をなんとかしてやっぱりその自分たちのものにしてあげるっていうですね、そういうのが、あったと思うんですね。でこういう人たちがまあ勝手な邪魔をし始めると。それに対して、これそれぞれですけども、やはり地方のいろんな組織の人たちっていうのがですね、奮闘したっていうのが現実でした。で、あの連合という組合がありますけれども、神津さんという会長がいますよね。で、神津さんが、まあ、何度かその、共産党とは組めないっていうことを言ってました、連合会長が。で、私、おとといだから連合の幹部と飲んで、あの話をしてたんですけど、まあ、黙らせるとか言ってましたけども、要するにじゃあその神津さんって人がなんでああいうことを言うかっていうと、まあ言わざるを得ない事情があるんですよね。やっぱり連合の中ではまあ面倒くさい人もいっぱいありますから。だけどよく見なきゃいけないのは、じゃあ地方の連合組織の中でどういうふうに動いてるかですね。実は地方の連合組織、例えば長野もそうですけども、一緒に連合自体が、長野の連合 その本部、県本部自体が共産党とやろうって言ってるんですね。山口県多分そのうち統一候補が出ますけれども、そこも山口も自治労、民主党系の自治労ですね、連合系の自治労が、リードをしてですね、一緒に組んでやってるわけですよね。でそういうところもあると。で京都のようにおそらく、僕は京都の今回の補選はもう多分統一候補もできないと思いますけど、まあ、要するに京都の連合も大反対してるわけですよね。絶対共産党組まないって、これはもう京都のもうまさに事情というか、絶対共産党と組むのは許さないっていう、その京都の鉄壁の事情が多分あるんだと思いますけど、地方によってバラバラなわけですよね。で北海道のところは、北海道のに関して言うと、地元の民主党系の人たちとか共産党系の人たちも一緒にやりたいって言ったと思ったわけですよね。でそれはやっぱりなんでこうなるかっていうと、安保法制の時に一緒にやったからですよね。各地域で東京でですね、官邸前たくさん人、国会前でたくさん人集まりましたけど、まあ、あれは目立っただけであって、実際は全国でもう様々な地域でいろんな共同組織ができてるわけ でそういうところでやっぱり一緒にやってですね、あ自分たちも仲間になれるんだっていうことの阻止がなかったら、そういうことは進まなかったと思うんですよね。ですから そういうですね、こういうこの民主党あるいは民主党を取り巻く様々な力学が働いていて、ニッチもサッチもいかなかったわけですね、民主党自体が。まあ、そういうことがあった。で、そういう中で、まあ、その市民連合っていう、まあグループができています。学者の会やママの会やシールズといったですね、まあ、安保法制反対運動の、まあ、共闘を支えたグループたちが市民連合を作ったわけですね。で、一番初めは熊本で、まあ、候補者を、まあ、擁立したと。で、さっきも言いましたように、各地域でそういう共闘への動きっていうのはどんどん強まっていってですね、
さっき神津さんの話をしましたけど、神津さんが共産党と組まないって言っても彼が共産党と組むなっていう地方組織を統制し始めてたら問題なんですよ。でも実際は多分統制してないんですよね。もう勝手にやってるわけです、地域で。そういう状態にしておけば、しておいてくれるならば別に多少何か言っても無視しておけばいいって話で、実際にはですね、さっきも言いましたように連合も地方によっては共闘志向で、まあ、動き始めるということが起きてきますね。で、決定的だったのが、2月の頭にあって民主党の党大会がありました。でほとんど報道されませんでしたけども、あの民主党の党大会の、まあ、ちなみに議長やってたのが鈴木貴子っていう、彼女が議長やってたんですよ。であれなんで議長やらせたかっていうのは、実は脱党しそうだから議長やらせておけば逃げないだろうっていうのをやらせたんですよ。めちゃくちゃなんですよ、自民党民主党っていうのは。だからもう本当にそういう意味ではそういう党で、どうしようもないんですけど、あの前にですね、地方大臣会議っていうのがしたんですよね、その報道大会前で。この時に地方の議員からなんで共闘しないんだろうってうわーっと出たわけですよ。でやっぱそういう意味で民主党って非常に民主っていう名前をついてるね、あんま民主的な党じゃなくて、要するにもう粉々でですね、きちんと意見を集約して、地方の意見を集約して全体でやっていくっていうことができない状態ですから、まあ、そういう場があって、でそこでまあ地方の議員がバーッといったことでですね、その突き上げができたことで、執行部がある意味では、まあ、ある意味で信任状を得たわけですね。だから執行部がもう一人でやりますよと、いやこれまとまらないから突き上げが来てるからっていう形で、執行部が、まあ、そういう意味で右派を封じ込めたわけですよね。そして、まあ、新党を作るかどうかっていう、その維新との合併の話がありました。でこの維新との合併についてもここでですね、変な力学が働いて、維新はとにかく新党を作ってくれなかったらもう後がないわけですよ。もう支持率 0% ですから、全議員が、衆議院選挙、参議院選挙やったら全議員が落選するしかねないぐらいの危機的な状況なわけですね。ただ何でもいいから共闘しようって言うんで、実は維新の方が共産党頼むから組んでくれって言い始めたんですよ。全部組まないと自分たち何でも切れないから何でもいいやってことで、バーッと維新の方が組んでくれて言い始めて、まあ、生活社民はもちろんもともと組もうって話なので、そういうふうに執行部が一応党大会で突き上げをくらって信任を得たことと、維新がそういう意味ではその何とかとにかく何としても生き残るために共闘しなきゃいけないっていう、維新はもう民主党どころじゃない、本当の空っぽですから、そのもうひっついてきたということですね。で、共産民主、共産社民生活が、まあ、もちろん共闘路線に行ってて、でそういう形でですね、ガラッと変わるわけですね。あの民主党の党大会以降ですね、その5党の会議っていうのが、まあ2月の半ば過ぎぐらいに開かれましたけども、あっという間に変わってきましたよね。どん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 話が進んでいく。もうだからそういう意味でブレーキになる者がいないわけですね。で右派の人たちはみんなもう沈黙してるわけです。で、そうすると、5党協定に、まあ、民主執行を踏み切ったらですね、一気に話が進んでいく。でもうブレーキがなくなったからですね、そうするともうどんどん進んじゃうわけですよね。要するに野合だっていうふうに言われるわけで、自民党や公明党からですね。でそうじゃないという形でどんどんとその、一致点を増やしていくってなんですね。で言うまでもないですけど、一致点をですね、もうその悪い方向にやっちゃまずいわけですよね。だからもうとにかく辺野古の基地に対する反対であるとか、消費税反対であるとか、でそうした、形で、一致点を作っていると。でよく見ると、つまり民主党どん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 左に乗ってきている。だって民主党はそういう意味では安保法制は反対してましたけど、原発だってそういう意味で曖昧のままですよね。で辺野古に関しては鳩山さんこけた以降は推進になっちゃったわけ で消費税に関しては言うまでもないわけですね。でそういう意味ではどん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 民主党がですね、民主党政権の時に当初掲げた公約をどんどん破っていくことによって民主の信頼を失ってたわけですよね。でそのそれをですね、まあ、元に戻していくというか、言うっていうことがですね、この間どん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 起きていったわけです。どん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 民主党だから、そういう意味では、まあ、革新の側にですね引きずられていってるわけですね。まあ、こういうふうにですね、そのまあ、なんていうんですかね、その結局この一連のプロセスが何だったかっていうと、まあ、要するに、その要するに共産党は柔軟かつあるみたいな原則を貫いたので野党全体が左になったってことですね。対抗野党化したっていうことがまあ起きたわけです。でこれはまあ非常に画期的というか、な現象というかですね、政治過程がまあ起きたと思うんですよね。でこれがしかもやはりその上の共産党やですね、民主党の執行部であるとか連合の幹部であるとか学者とかそういう人たちのボス交渉でできたものじゃないわけですね。明らかに外の声なんです、全てが。
外の声、外の人たちの声に押される形で、あるいは叱咤される形で、そういう政党連合ができていたっていうのは、これはまあ、すごく画期的だと思います。で、そういう器ができたらですね、今度はじゃあ今保育の問題も大問題になってますよね。じゃあ保育も野党共闘と協定協定入れてくださいってみんな要求していくわけですね。どんどんそういうふうに内容ですね、いい内容っていうのをこの与野党の一致点にしていくっていうですね、そういう形で市民の声を野党に反映していく回路ってものが、まあ、生まれつつある。ここまで、来たわけです。で、その一方ですね、じゃあその、じゃあこうなってきてるわけですけども、安倍政権どうなのかってことですね。で、安倍政権はですね、まあ、今、はっきり言えば発足以来の最も危機的な、状況に陥ってるわけですよね。もうさまざまなそのスキャンドルが、甘利さんが辞めたのを含めて出てるだけじゃなくて、実際の彼らの安倍政権の、根本的な基盤であった経済政策がもう相当高騰化してるわけですよね。株価が大幅に下がっていって、実際には景気も、これも回復しない、実質賃金も下がっていくという形で、軒並み経済指標が、下落していっていると状況になってるわけですね。で、あの安保法制の時ですね、あの面白いのは安保法制でどん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 そのバンバンみんなで戦ってる時にはずっと株価上がってたんですよね。ずっとひたすらそういう意味では経済的な安定でその株価上げてですね、そこであの安保法制が下がっていく支持率を要するにカバーしようとしたんです。我々年金をぶち込んで、それがですね、まあ、その根本的な経済政策が受けつつあるっていう中で、いくつか妥協をしないといけないですね。で、まず一つは同日選挙をちらつかしてますよね。で、こうやって野党の撹乱に入ってます。で、まあ、さっきも言いましたように鈴木拓子みたいに手を突っ込んでですね、野党に。で、中に突っ込んで人を引っこ抜いたりして野党の分断を図っていくってことをやっています。だから、衆議院選挙についてはですね、最短1ヶ月以内にやるって言われてますけども、要するに民主党が党名を変えた瞬間やるってことですね。でそうするとその党名なんて広がらない、全然知らないわけですから一気に潰せるわけですよね。だから絶対党名変えない方がいいと思いますけども、とにかく、今衆議院まで少しずつその野党共闘の流れが進んでますよね。それあれが進まないうちに解散総選挙って4年間やらないってですね、手を多分打ちたいとは思い始めてると思うんですよね。とにかく野党共闘、彼らにとっても誤算だったわけですよ。こんな風に野党共闘が進むなんていうのは完全に想定外でしたから、選挙話っていうのがとにかく出てきてるのは、とにかくそれを叩き潰すってことをやってくる。で、もう一つは野党の論点を先取りしようとしたんですよね。つまり消費税を上げないっていうのを違うんですよ、ちょっと言い始めてますよね。上げないかもしれないって安倍さんは言ってないんですけども、まあ、あとあれはもう、土曜日ですね、辺野古の、工事を中断しましたよ。で、国民的にはですね、要するにまるで辺野古の基地を諦めたからの印象をですね、与えてるわけですよ。で、これやらないといきなり勝てないですから、選挙に。あれは全国的にはマイナスイメージですから、そういうマイナスイメージを一つ一つ消していくことによって、とにかく選挙で勝って、で、さらに4年間の、盤石の政権を期待っていう、そういうことを、まあ、思い始めてるんですよね。とにかく彼らにとって邪魔なのは共産党ですね。稲田朋美というあの、まあ、右派のですね、今、なんていうかな、政調会長でしたっけ、さんといますけども、彼女も言ってましたし、昨日の、羽生だってですね、首相の補佐官ですね、あの2人とも安倍の側近ですけども、2人とも口を揃えて、とにかく敵は共産党だと。民主党はさっき その大井君のあれと同じなんですね。あれ空っぽだから、どこでも風を流されると。要するに、この野党共闘を牛耳ったのは共産党だから、要するに、まあ、あれをなんとかしてその封じ込めないと、まずいっていうのは、まあ、だんだんあの特に右派の人たち、安倍の側近の人たちがだんだん、言い出してるんですよね。で、その、おそらくだから、まあ、猛烈な反響攻撃が多分始まってくると思います。それから、とにかく今自民党は新しいビラを作ってますけども、共産党と民主党いかに違うか、共産党は革命政党だって言ってますから、萩生田は革命政党の共産党と中身は行動の民主党を組んでるんだと。で、その共産党は安保派で、民主党はそうじゃない、これだけ政策が違うのに、なんで突っ込んでるんだっていう野望を批判のビラっていうのを今作って、多分来週まかれると思いますけども、そういうのを多分、やってくるふうな、思われるわけです。で、まあ、その、これがまあ今話したのが、日本のですね、政治状況なわけですけども、
後でも話しますけども、こうした流れっていうのは、まあ、それで世界のいろんな流れとですね、気を一にしてるんですよね。日本だけじゃないわけです。特に今ちょうど、注目されてるアメリカ大統領選ですけども、アメリカもですね、バーニー・サンダース候補が、検討してます。今日も、2つの州でサンダースが勝ちましたけども、そのアメリカの、要するにその、まあ、サンダースは民主党員じゃないんですよね。バーモントって非常に小さい州なんですよ。ニューヨーク州の横にあるんですね。バーモントって非常に小さい、すごい渓谷に囲まれた、でも昔から左翼が強い州のから出てるですね、上院議員でですね、バーモント出身の議員なんてみんな知らないわけですよ。じゃあすごい小さいですよ。カリフォルニア州の多分160分の1ぐらいしか人口が入りですから、ね。まあ、ちなみに言うとアメリカってのは定数上院っていうのはすごいですからね。だからバーモント州も1議席とカリフォルニア州1議席ですから、カリフォルニアは多分2000万票ぐらい取らないと上院議員になれませんけども、バーモントは多分20万とか30万で多分ぐらいになれるんですよね。定数って州代表ですから。だからそういう小さい州の出身の人なんていうのはみんな知らないわけですよね。でもそのサンダースが、しかも民主党員じゃないのに民主党の予備選に出てですね、大健闘してるわけですね。まあ、クリントン、本命だとクリントンさんでも半分以上の票を取ってるわけ で、世論調査で見るとほぼ拮抗してますが、民主党の中ではまあそのぐらい差がありますけれども、しかも若者たちがみんなサンダースを支持している、という形になってるわけですね。一方でその右派の方がトランプと一緒で、このトランプって人はもう、要するに共和党がもう困ってるわけですよね。共和党のもともとの保守派の人たち、キリスト教のクイーン派であるとか保守派の人たちはクルーズっていう別の候補をしてるわけですよね。でトランプってのはまあただのなんかヤバいやつだったわけですよ。で負けるはずだったのにトランプが連勝していくわけですよね。そうすると、困るわけです。でなんでかっていうと、共和党ってのは新自由主義の党なんですよ。でトランプっていうのは、まあ、むちゃくちゃ移民問題では右翼の排斥とか言いますけども、オバマケアみたいな医療保険ですね、あれはいいって言ってます。あれいいですよ。あと TPP 反対なんです、ね、だから共和党の新自由主義の路線と逆のことを中身言ってるわけです。共和党が恐れてるのは、自分たちはもともと大企業の利益のために、TPP を推進しですね、でそしてその、医療保険等々、国の福祉政策を解体していくっていうのは自分たちの使命だったのに、逆にその移民排斥はいいんだけれども、しかしそのなんか福祉を守るみたいな、そういう候補が出てきてしまったということで、民主党自体の、共和党自体のアイデンティティが壊れつつあるわけですよね。だちなみに言うと、だからサンダースさんもクリントンさんも、トランプもみんな TPP 反対してるんですよ。まあ、それは通るんだったら民主党に通って、トランプ通って TPP 阻止しても嫌ですから、落ちてほしいですけど、つまりそういうふうに規制のですね、民主党共和党っていう外側から来た候補を大検討するという状況になっているわけですね。でこれはまあポピュリズム、現象といいますけれども、まさにその、中道政治と言われたりですね、まあ、要するに、日本のこれまでのまさに民主党の日本の民主党やアメリカの民主党やのように、右でも左でもなく、なんとなくその、中道でやっとけば、いいみたいな政治ですね、真ん中にいればいいと。ところが真ん中にいたらですね、真ん中にいるってだけで、それから、福祉が切られたり、さまざまな困難を抱えている人たちがみんな政治に対して無関心になっちゃったわけですね。で、そういう人たちがもう一度、悪い場合では極右として、いい場合では左翼として、もう一度その政治ってものに対して声を上げようっていう、そういうポピュリズム現象っていうのがアメリカでも起きてますし、スペインでも起きてます。スペインではポデモスという政党、新しい政党が躍進して、20% 以上の票を取りましたけども、そういうふうに、ね、世界各地で出てきている。これは極右と左翼って両方からですね、そういうポピュリズムの波っていうのが、まあ、現れてきているっていうことなんですね。で、こういう流れっていうのがですね、どういうふうに出てきたか。これはまさにその、最近出てきたものじゃないんですよね。少なくとも5年間の時間があるわけです。5年間の時間で培われたものの一つの結果として、現在っていうものがですね、あるっていうふうに考えてもらって、いいと思うんですね。でその、プロセスどういうものかということをです、ね、端的に、話をしていきますけども、私3115の社会運動って言うんですけども、
これは2011年後の社会温度と言ってもいいですね。あの2011年皆さん、おそらくその関西でもまあ地震がありましたし、まあ、原発事故もありましたし、まあ特に私は東日本というか東京ですから、まあ、あの大変でした大変だったし、まあ、私なんかよりもはるかにそれはもう東北地方にいた人たちはもう、大変な思いになったわけですけども、あれ偶然なわけですよね。偶然何かっていうと、まあ、20年後に起きてもおかしくなかったわけですよ。で20年前に起きてもおかしくなかったですね。いつあって、あれはまさに地震っていうのがですね、あの東日本大震災というのは、20世紀この100年間で2番目に大きい地震、世界で2番目に大きい地震でしたから、マグニチュード 9.2 っていうのは、まあでも地球の歴史からするともう一瞬ですよね。100年なんていつ起きてもおかしくなかったわけですよ。だからあの時に起きたっていうのは偶然だったんですけども、ただその時間に起きたことによって、まあ、ある違う、日本の道筋を作っちゃったんですよね。で何かっていうと、要するに、皆さん自身がですね、その私もそうですけども、安保法制を戦ってる、あるいは消費税の問題っていろいろやってですね、でいろんな人たちとつながりができて話をするようになりましたよね。でやっぱり原点は3月11日なんですよね。特に、やっぱり3月11日あの日、そして何があって、でその時にやっぱり大阪でもそうですし東京でもそうですけども、やっぱりそれまで一緒にやらなかった人たちがデモに来たりですね、運動一緒にやったり、なぜかって必死ですからですね、怖いから恐ろしいから、でそういう中である非常に非日常的な時間っていうのを過ごしたと思うんですよね。でそういうのっていうのがですね、もちろん反、まず結びついたのが反原発運動だったわけですよね。2011年から2012年にかけてですね、特に、まあ、たくさんの人たちがそのデモに参加するってなったわけですけども、でこれはやっぱりそういう意味ではその地震と原発事故っていうののインパクトなんですよね。やっぱり それまでの、当たり前のだったそれぞれの人間関係であるとか、当たり前のような政党間の関係であるとか、そうだったものが、どんどん壊れていく。でとにかく共通の敵と戦うためには一緒にやらなきゃいけないっていう磁力を作り上げたっていうのがあの震災だったっていうのが、まあ、生まれるわけですよね。で原発運動が盛り上がりますけど、その後反米するような運動だっていろんな運動が出てきます。安保法制の時の2015年安保法制の時もやっぱそうなんですよね。でこの現在数に書いてもらいましたけど、やっぱあの高校生たちあるいは大学生たちって、シールズやティーンズソウルの彼らっていうのは震災の時まだ中学生とか高校生なんですね。で彼らが大学生になって、デモを始めたり、まあ、中学生で高校生になっててデモを始めたりするわけですけども、で彼らの経験の中にも311っていうのがあるんですよね。だから単に言ってたら変ですけども、単に立憲主義を守れっていうだけじゃないんですよ。やっぱりああしたその日本社会ってものが変わっていく、あるいは変わらざるを得ないっていうですね、そういうショックってものをあの震災っていうのを与えてですね、それが、やはりそのああいうその国会前、官邸前ですね、あるいは、大木町公園のデモとかそういうものにやっぱり足を運ぶ、一緒に何かをやっていくってことの動機になってるんですよね。でそういうものとして3月11日っていうのは5年間経っても私たちの中にずっと生きてるわけです。簡単に風化するものではない、わけですよね。もう一つはあの時思い出、あの2011年のですね、2月なんですよね。1ヶ月前に何があったか、エジプト革命があったんですよね。アラブ革命っていうのがですね、チュニジアというところから起こりまして、その政変が、まあ、エジプトに広がってですね、エジプトのムバラクという大統領が倒されます。で、その後ですね、シリア、リビアと飛び火していってですね、まあ、結果的に言うとですね、今は全て封じ込められた状態になってですね、エジプトも、まあ、今は独裁政権、軍事政権にもなってしまいましたし、シリアは言うまでも極めて悲惨なですね、その状態になってしまいました。で、その感激をついて出てきたのがあの IS っていうグループですし、まさにそのイスラム原理主義のですね、まあ反動というかによってですね、まあアラブ社会っていうのは混乱に満ちてるわけですけども、しかしその後の2011年以降の運動のモデルを作ったのはあの運動でした。エジプトの革命の時にですね、特にエジプト革命のタハリル広場っていうですね、広場にたくさんの100万人の人たちが集まったんですね。でその人たちは、
暴力で、倒すのではなくて、とにかくたくさんの人たちが広場をずっと埋め続けることによってですね、そしてそれによって世界にエジプトのですね、民主主義っていうものを見せつけて、そして国際世論のバックアップをさせて、政権を追い込んでいくってことをやったんです。広場を埋めていくっていうのが始まったあれなんです。あれをまず真似したのは誰かっていうと日本のデモなんですよね。日本のデモの、当時高円寺の原発やめろデモっていうのが当時2011年ありましたけども、新宿のアルタ前を占拠する、みんなで埋め尽くそうってやった2、3万人ぐらいでアルタ前を埋め尽くしたんですよ。で、一度私はですね、その2011年の震災の前の2月のこの田原広場の時にその原発やめろデモの、メンバーたちと、高円寺でみんなでエジプトの、エジプト革命のあれを見てたんですよね。で、こういう田原広場みたいなのやりたいなって思ってたんです。で、そういう意味では一つのモデルになってるんですね。で、2011年のその次にこれを真似したのがアメリカのオキパイ運動です。あれもそうです。広場を埋め尽くしていくって。で、同じくスペインでも2011年、行かれる者たちの運動っていうのがありました。で、その行かれる者たちの運動っていうのは、2014年のポデモスの躍進の基盤になってるんですよね。で、さらにぐるっといって2014年に入ってそれをさらに同じようなことをやり始めたのが台湾でした。ひまわり革命、運動ですね。あれは立法院という場所を占拠していく、その前の方が占拠していく、それと香港の天草革命ですよね。ああいうふうにですね、空間とか場っていうのをとにかく占拠してで、行くってことが、一つのモデルになってますね。で、これ何が大事かというと、例えばエジプト革命の時のタハレル広場っていうのはイスラム教徒とエジプトの少数派のキリスト教であるコプト教徒っていうのがいるんですよ。で、コプト教徒ってずっと弾圧されたわけです。で、そのお互いがお互いを守るってやったんですね。つまり宗派を超えるっていう、それの象徴的空間なんですね。ですからイスラムの当時タワレム広場ではイスラムのその三日月のマークと、コプト教徒の十字架ですね。で、それを合わせた旗を作ってたわけです。だからそういう意味ではその後イスラム原理主義が台頭していくっていう、まさにそれをぶっ壊すために出てきたって言ってもいいと、過言ではないわけですね。そして、オキパイ運動ではまさにイラクの対軍人の人たちから最悪の人たちからとにかく 99% が、のための運動なんだということでですね、そういう意味ではそれまでの、対立していたような人たちがみんな集まって人種も性別も超えて集まるんだという場を作ったんですね。日本の原発運動もそうだったんです。創価学会の人であろうが、日本人じゃない人であろうが、日本人の人であろうが、だからどんな主張を持っていようが、安保法制に反対する、原発に反対するのは誰でも一緒になってその場を作りましょうよっていう、そういう、場を作っていく、そういうふうにですね、その広場っていうのは単にそこに参加してるだけじゃなくて、あるいはその広場を占拠するっていうのはただそこに参加してるだけじゃなくて、それまでその結びつけることができなかった人たちを同じ場を共有して同じことを経験して共通的に対して、声を上げていくっていうですね、それは支配する側にとっては最も脅威なわけです。創価学会にとってはもう劇的な脅威だったわけですよね。その中で創価学会の旗を持った人たちがたくさん参加してですね、一緒にその、他の党を支持している人であるとか、市民とかですね、そういう人たちと一緒にやるっていうこと、そういうですね、場を作っていくっていうことが2011年以降の世界の社会運動の中で一つの流れになっていく。だ、そういう意味では日本のですね、この2011年から、5年間の社会運動っていうのは別に日本だけの話じゃなくて、ある世界的な社会運動の流れってものとほぼ同じ共通の傾向を持っている、そういうものだっていうのは考えていいと思います。で、3月11日から現在までっていう2番のところの話今してるんですけども、でそれがどういうふうに現在にまでですね、いったかというと、私は大体2つぐらいの、流れがあったかと。一つは運動モジュールって言うんですね。で、政治モジュールって、モジュールって何かって、モデルみたいな言葉で、一つの形とか、一つのやり方、あり方、様式もみたいなもんですね。だから人間っていうのは、ゼロから何かをやり始めるわけじゃなくて、何らかのモデルがあって、あ、そういうものがあるからこうやればいいんだなっていうふうに、やりながら新しい、またモデルを作っていくっていう、人間は行動していきますので、例えばシールズって出てきましたけど、空気の中から出てきたわけじゃないんですよね。シールズがああいう国家前抗議をするのは、その前に官邸前抗議をやったからだっていうふうに、その前にやった大人たちの運動を模倣して自分たちのものに改造しながら、
彼ら運動をやってきたんですね。シリーズの運動はその前の反原発運動であるとか、さまざまな、反レシズムのカウンターであるとか、ああいうものがあなたは出てくるはずがないんですよ、そういう先例があるから。その先例っていうのを、ね、徐々に作り上げていったっていうのがこの5年間だったんですよ。やり方を覚えていくっていうですね、運動の。でその特徴っていうのがまさに今さっきまで話した、世界的な運動の潮流 と同じような傾向を持ってるってことがあるんですね。でもう一つが政治モジュールなんですね。で政治に関して言うと、この野党共闘前で続く流れっていうのの原点になったのは何かとか沖縄なんですよね。で沖縄はですね、2014年の12月にですね、小長さんが当選して、ああじゃあ12月じゃないですね、今、その前か、当選して、で12月の解散総選挙でかな、まあ、4人の候補がオール沖縄の候補が、まあ勝利するっていうふうになったわけですけども、沖縄はまさにその意味ではですね、まあ、その前に沖縄憲白書運動っていうのをやったんですね。まあ、小長さんたちがリードして、あるいは保守も革新も超えてですね、草の根からまあ島ぐるみの、共同の運動ってずっとやってたわけですよ。今回オスプレイについて、基地について、でそこでもう従来の保守と革新を超えてですね、さらに沖縄の財界まで含めて、あの全部じゃないですけども財界まで巻き込んだ共同戦線というのがどんどん作り上げられてたんですね。で、問題その時の枠組みっていうのはですね、まずもう自民党は、自民党から、まあ、辞めちゃった人たちが入ってくるわけですね。あので、民主党はそもそ もう存在すらしてないわけです。ほとんど存在がゼロみたいなのがあったんですから、本土の二大鉄政党っていう枠組みでない枠組みができちゃったんですよね。本土のいわゆる与党第一党である自民党と野党第一党である民主党っていうのは存在しない、まあ、ちょいるんですけどね、あの沖縄の自民党多少いますけれども、そういう形でですね、政治ブロックを作り上げていく、そういうですね、ことが、まあ起きちゃったわけですね。でこれはですね、まあ、ある種、まあ、ここにも書きましたけども、それだけその沖縄に対してですね、自民党であるとか民主党であるとか本土の二大政党の、まあ、組織力であるとか支配力が弱ってたってことですよね。かつての自民党ならばですね、じゃあここまでこじら、そもそもここまでこじれてること自体でもう自民党はそういう意味では昔の自民党じゃないんですよね。こじらせすぎなんですよ。でそのやっぱり組織力低下してますし、地方末端への統制力が弱ってるわけですね。ですから、沖縄の公明党はですね、まあ、いつも動揺してますけども、やっぱりその地元の方はですね、辺野古反対だっていう人たちもいるわけですよね。で小長さんの方についたりするわけですね。で自民党はまあ中央に逆らって離党してですね、で結局公明党本部は県本部が独自行動する、独自の判断で、あの辺野古の問題については対応しますよっていうことを認めざるを得ないっていう形になったんですね。で民主党を解明していると。で社協についてですね、まあ、社民党はそれなりに、まあ、テレビ監督さんがいますから、それなりにまあ基盤は、まあ、実際のことないんですけども、まあ、これと社大党も含めた、社協社大党っていうのが伝統的なブロック革新強度だったんですけども、まあ、ある意味では自前でですね、もうなかなか勝ち抜けなくなってきたっていうのも事実なんですね。ですからそのブロックと、そしてその保守から離反してきた、ブロックっていうものが合わさることでですね、オール沖縄っていうのが、まあ作り上げられた。でそうすると今まで敵対してた同士が一緒にやるとですね、結構分かれ合うじゃないかって話になるわけですね。でそうするとどんどん仲良くなっていってですね、強力な、まあ、その枠組みっていうのが、まあ、作られていくっていうことがあったんです。でまさに沖縄県知事選における、まあ小長候補さんのですね圧勝とか、総選挙における、まあ、オール野党の前哨っていうのはですね、こういうふうに作られた、政治ブロックっていうのが有効なことを示した。つまり勝ったってことが大事なんですよ。つまり勝てるじゃないか、本土の二大政党によらなくても自分たちで自分たちの政治のブロックを使えば勝てるってことを立証したわけですね。でまさにこの沖縄が作り上げたような政治の枠組みっていうのをみんな、これをまさにモジュールとして、これはやっぱり目指しながらみんな問題やっていくわけです。でそれをやったのが大阪なんですよね。大阪はまさにそうだったわけです。次の大阪住民投票がですね、2015年の春にありましたけども、あれはまさに沖縄、その直前、まあ数ヶ月前の沖縄のような動きがあって、あれと非常によく似た構図になってきたわけですね。まさにその沖縄と大阪は共通したような地元の自民党、公明党と中央が対立関係になったということと、
民主党が議会からどっちもいなくなってるってことと、で、保守と共産党の共闘が進んだっていう点ではですね、似たような構図が大阪の場合できたわけですよね。で、ただ大阪と沖縄の違いはですね、大阪は都市の運動ですから、沖縄と違ってサドルって、まあ、今日でもやってますけどブロックできたわけですね。あれが要するにシールズとかの一つのモデルなわけですよ。なぜかっていうと、まさにサドルっていうのはサドルっていう象徴的なアイコンですよね、を作ることによって、それがいろんな党派の人間を結びついていく、あの自民党であれ共産党であれ何だろうっていう、そういう一つのアイコンとして、機能したわけですね。サドルっていうのは数は必ずも多くはないと思いますよ。多分、まあ、20、30人ぐらいも知りませんけれども、でもそういう一つのアイコンが存在することによって、共闘っていうのは結びつけられていく。シールズも同じ役割を果たしましたね、安保法制的に。だからまさにその反維新陣営を接合していく、無党派市民運動っていうのが、まあ、活躍していくことになったわけです。でこれが、まあ、後にシールズやママの会のような運動の、まあ、なんていうんですかね、モデルになっていたわけですね。で、単にだからこれは、まあ、無党派層の運動が立ち上がっているだけじゃなくて、その無党派層の運動が、まあ、既成政治の勢力同士をですね、結合させたり分裂させたりする、そういう威力を発揮したわけですね。そういうことができるんだってこと、市民自身の力で。だ変な話ですけど、新しい党を作ろうっていうのが全く5年間出てこないわけです。緑の党ってできましたけど、悪いですけど、まあ、ほとんど議論してないと思うので、なんか新しい第三党みたいなのが出てくるんじゃなくて、むしろ既成の政党、ある政党をむしろ市民がそれで動かしていくっていう、そういうやり方で、そのやっていく、やり方みたいな、政治のやり方みたいなのがこの間使われていたってことがあるんですね。はい。でこれが合わさったのが15年の安保闘争。15年の反安保はもうさっき言った運動、ある2011年以降の特徴を持った運動のモジュールっていうのと、この政治のモジュールっていうの、2つがちょうど結合したのがこの15年安保闘争だと思うんですよね。でまず安倍政権について言うとですね、安倍政権っていうのはあんまポピュリストじゃないんですよね。小泉さんと全然違うんですよ。小泉さんってメディア煽ってですね、メディア味方につけて敵を圧倒していくっていうのが小泉さんなんですけど、安倍さんってひたすらメディアから逃げて統制するってタイプなんですよね。でそのメディア大衆を有効に動員して敵を抑え込むっていうのは小泉さん型のポピュリズムと逆でですね、とにかくメディアをひたすら統制してい、く、でそういう運動だったんですよね。運動ってそれ運動嫌いなんですよね。とにかくそういうふうに世論をとにかくひたすら抑えつけることでしか、戦えないことが、安倍政権のまず一貫した特徴です。だからとにかく、常にですね、保守派っていうのがメディアが嫌いでメディアを抑えつけるだけのやり方かっていうとそんなことないですからね。トランプさんはそうですけども、今日のトランプさんはそうですけども、メディアをうまく使ってますよね。でああいうふうにそのやる、支配の仕方っていうのがありますから、小泉さんがそれはうまかったわけですけども、安倍さんはやっぱそういうある種 あのポピュリズム的なやり方ってものに対してはすごくこう、苦手な人です。で、そういう安倍政権にまあ対抗していく中でですね、まず、この2014年の12月の総選挙で、まあ、民主党はちょっと、まあ、議席を戻したわけですけども、少しやっぱ対抗野党になっていく、左に傾いていく兆しはあったんですよね、あの時から。でそれと共産党がやっぱ躍進したのが大きかったんですね。21席取ってなかったら国会審議に入れなかったわけですよ。で共産党もしあの時にいなかったら、要するに民主党と自民党と公明党と維新しかいないって話だったんですね。でそうすると必ず確実に議会内での、審議っていうのはものすごい低調になったと思うんですよ。共産党がいたから共産党がやっぱりやる方にみんな引き寄せられたわけですよね。でおそらくあの時ぐらいですね、みんな数多くの人たちが国会討論だ国会審議ってみんな見てたわけですよね。私もツイッターでずっとやってましたけども、ものすごいみんな関心持ったわけですよ。でそうやってその、やっぱ共産党が躍進してですね、したことで民主共産が共闘するっていう、院内共闘するっていう基盤が作られたわけですよ、ね、これがでかかった。だからそういう意味で安倍さんが選挙あの場で打ってなかったら、8議席しか取りなかったわけですね。現在あの時の総選挙のそのままだったわけで、そういう意味では安倍さん自身が総選挙で解散してステージ作ってくれた側面もあるんですよね。でそれがなかったら野党共闘もできてないと思います多分。でその、
で、あの邪魔者が交代したわけですよね。あの秘密保護法の時を覚えていらっしゃると思いますけども、あの時みんなの党っていう渡辺芳美さんって今ちょっと行方不明な人いますけども、あれが維新の役だった、大阪維新の役だったんですよね。で、要するに野党のふりした与党でですね、で、とにかく維新が、みんなの党が賛成してるから与野党で一致しましたっていうポーズを取りたいっていうので、非常にこう邪魔な役割を果たしてるわけですけども、2015年に入るとみんなの党がまあ壊滅しまして、で、維新になってですね、で、維新は維新でもう2派、大阪維新派とそれ以外派がありましたから、大阪以外派の方はちゃんと戦わなかったら本当に見捨てられるっていう思ってたんですね。で、大阪の方はひたすら足引っ張ってたわけですけども、それでもやっぱり世論に流されて維新としては一旦補正反対にですね、流れざるを得ないっていう状況を作ったわけですよね。それでまあ、いわゆるまあ国会の中だけですけども、大利野党がまあ共闘するっていう枠組みがこれできたっていうことがあるわけですね。でそれをしかも可能にしたのは大阪住民投票で維新を打ち負かしたからですね。あれで橋本さんが辞めたって言ってなかったら、多分あれもまた歴史の筋が違ってたはずです。あれでもし維新が勝っていたら、おそらく、維新は、むしろ大阪派の方はですね、主導権を確立して、ひたすら国会の中で安保法制の時に妨害勢力として立ち上がったはずですけども、あれで辞めてくれたので、もうなんかその大阪派の方の一気が一気に下がってですね、国会内で のそれ以外のグループの、つまりあの中身は空っぽ系のグループの方 その力が強まったことによって、一気にその野党国民内での野党共闘に引っ張ることができたんですね。こういうふうにだからこの数年間にかけて何か一つの、ことが抜け落ちたらですね、全然違う。じゃ沖縄でもし小長さん負けてたら、これ全然違う展開になりましたよ。こんなの多分できてないと思います。もし、共産党側の時の選挙で勝ってなかったら、というか安倍さんがそもそも解散総選挙してなかったら、野党共闘はできてないと思います。で、大阪住民投票でもし、維新が勝っていたら、また歴史の筋が違ったと思います。そのぐらいですね、今の状況っていうのは、ある一つ一つのことっていうのがまさにそのいろんなその歴史の流れというか、そういう流れのバリエーションをですね、広げてるわけです。だから本当に一つ一つのことで落とさないで勝っていくってことがすごく大事な、状況になっています。まさにあの時負けていたらっていう話になっちゃうわけですね。で、まあ対抗勢力がまあ形成されていくわけですね。さっき言ったような沖縄とか大阪と続く政治ブロックが作り上げられていくってことを背景にしても、今言ったように国政、まあ、院内で対抗ブロックが作られて、そのおかげでですね、その世論と運動と政治っていうのは結びついていく回路ができたわけですよね。何度も言いますけど、もし2014年の末までのですね、つまり解散前の選挙の前までの構図だったら、世論がどんなに反対しても、維新は多分そっぽを向いて、民主党はまあなんかもうブレブレで、それで終わってたと思うんですよね。で、それがきちんとそういう意味では、国会の前に来てですね、いる国会前に来て、デモの人たちに自分たちの報告をして、そこに来て、じゃあみんなで手をつなぎましょうってやるようなことにはならなかったと思います。で、安保法制そのものと、まあ、反立憲主義ですね、への反発が合流して、でメディアの弾圧、そして沖縄への反発、いろんなものが壊れました。必ずしもみんな安保法制に反対ってだけじゃなくて、やっぱりさまざまな不満ってものがそこにあるわけですね。やっぱ沖縄へのあれが対する怒りであるとか、メディア規制の怒り、とにかく安倍さんはメディアを抑え込む、ひたすら抑え込んだわけですよ。で、抑え込んでも出てくるわけですね。やっぱメディアの方もやっぱりそれなりにプライドありますから、安倍さんのテレビに出たらいろいろ質問しちゃったら安倍さん変なこと言うわけです。そうすると安倍さんテレビ出れなくなってくるわけですね。最終的にはニコニコ動画にしか出れなくなったんですこれが安倍さんが弱いところ。これ小泉さんだったら逆にやられるわけですよ、バーッとメディアを制御して。で、安倍さんはメディアに出すなって話になったわけですよ。出せば出すほどボロが出るからで、とにかく出さないで手を統制しろと、中立公正ななんか報道しろっていう、抑え込むしかできないっていうのがこれ安倍さんのパターン、ね。で、そのまあ、そういういろんなですね、反発で、そういう意味でメディアも非常に頑張りました、まあ、あれはやっぱ安保法制の反対だけじゃなくて、やっぱりね、世論が励ましてくれたからですよね。だからやっぱりここは、まあ、視聴率上がりますから、視聴率上がるとやっぱりメディアって戦うんですよ説得力まで生まれますから。で、それでまあ NHK 以外はすごく頑張ったっていう、まあ、あるわけですよね。
で、そういう、まあ形でやっていくと、やってたと。で、まあ、こういうものがいろんなことが結びついて安倍政権に対抗していくっていうことがですね、あの2015年のですね、安保闘争の、まあ、要因をどんどん広げていったっていうことがあると思います。いろんなことがありました。例えば非暴力直接行動ですね。あの安保法制のですね、国会での、委員会強行採決の前にですね、横浜でやられた公聴会でみんな座り込みやりました。あれも平和委員会の人から何かみんな流れ込んでやってましたけど、あれは反レイシズムのカウンター運動がやっぱ培ったやり方なんですよね。誰も一人も逮捕されてないんですよ、あれやっても。でもあれはまあある種の審査会やると全員持ってくるんですけど。で、その要するに何かというと、一般大衆がやってると警察はそんな規制できないんですよ。やばい党派の人間がやってるとか言ったら、そういうレッテル貼ったりやれますけど、市民を弾圧するって警察も怖いわけですよ。反発できますから。で、国会の場をああいうふうに作ったのに対してですね、いろいろまあ言われますけども、それが大事なんですね。きちんと普通の人たちが参加するのが一番警察に対して最も、強力な盾っていうか、なるんですよね。普通の人がやってるから、普通の人を弾圧したらさ、普通の人も怒られるわけですよ。ただ単に暴れてるなんかヘルメットかぶってる人たちがさ、暴れたってまず勝てないですし、警察に。で、要するに全部持ってかれちゃうわけですよ。で、そういう意味では、本当に大衆的に人が集まる、ベビーカーを押したようなお母さんからお年寄りから、あのでもなんか来たことのないような若者から誰でもとにかく足が運べるような場を維持していくっていうのが、あの運動のやり方だったんですね。それがまあ確立したのが、まあ、2011年から12年頃の反原発運動だったんですよ。それがあったから2015年と同じことができたんです。で、そういうふうにやり方ってものがどんどん習得されていくわけですね。で、大阪もそうですよね。大阪も私驚いたのは、2015年の時2万人ぐらいのデモありましたよね。大阪の、大阪で安保法制反対の一番大きい時の反原発運動でも2万ってないんですよね、大阪。しかもほとんど動員聞かせないで、それだけ集めるっていうぐらいに、やっぱ5年間かけて大阪の中の社会運動に参加する態度って変わってきてると思うんです。で、京都はまあ、言うまでもないと、京都もともとね、なんか結構人集まるなんかとこだから、京都がどういう変化あるのかよく知りませんけど、京都はちなみに言うと、それ前からいろいろ一緒になんかやろうっていうのは、なんか、あの、政党レベルで共産党孤立してますけど、それ以外で言うと一緒にやろうっていうのは流れずっと京都はね、なんだかんだありますから、そういうのが多分、あの、反レイシズムのカウンターの運動であるとか、反原発運動にも多分、もともとそういう多分素地が、ことが影響してると思うので、京都も全然人口大阪より小さいので、プライベートもあんま意味ないですけど、ずっとありましたけど、大阪に関して言うと、やっぱそういう意味ではもっと、いろいろ複雑ですから、で、まあ、そこまで2万人ぐらいまで市民がやっぱり集まるデモまで持っていったっていうのは、やはり5年間でいろんなやっぱ活動の蓄積、その反原発運動とか、なんと関連前抗議とかいろんなことをやったことの蓄積の上で、多分そうなっていったと思うんですよね。はい。シールズっていうのは、そういう意味ではこの政治っていうモジュールと運動っていうののやり方っていうのは、まあ、そういう意味で合流させた象徴だったと思うんですよね。まさに野党いや、その、安倍政権に対抗する政治勢力を結びつけていくアイコンとして、で、この5年間、まあのですね、培われてきた社会運動の経験っていうものを一つ体現するアイコンとして、機能したと思うんですよね。で、これは学生運動じゃないです。で、私はね、学生たちの社会、学生の運動って書いてますけど、よく学生たちの社会運動って言うんですけども、かつての学生運動みたいに、学園中心でね、その組織化、学生自身で学生だけでやっていくっていう運動ではもうないんですよね。あくまでそういう意味でアイコンであって、器であって、そこにはおじいさんからおばあさんから子供から誰も参加できると。ただ、CS の方が立ってればみんな安心して参加できる。そういう存在なんですよ。だから、かつて総としての学生運動っていう言葉がありましたけども、一つの学生たちが一つの一つの階層として何かやるっていうよりは、いろんな人たち、困難や怒りを持った人たちを集める器として機能したのが、おそらくシールズだろうというふうに、まあ、野党共闘の器であって、と。で、まあ、いろんな個人っていうものが集まってくる。そういう、まあ、器として多分機能したっていうふうに、まあ、思うわけです。まあ、こういう流れがですね、まさに今の現状のような、5つの野党の共闘というものをすり上げた、プロセスだったと思います。で、終わりに、ですけども、まだ5年しか経ってないんですよ。経った、もう5年経ったのと思いますけども、例えば1960年の安保闘争ですね。で、この1960年の安保闘争っていうのは、
そういう意味ではやっぱり民主主義が守れ、民主か独裁かって当時言葉がありましたけども、民主主義が守れっていうのこれ、あと戦争は嫌だってことなんですよ。でも戦争が本当に直後で終わったのは1945年ですから15年経ってるわけですよね。15年の時間があった中であの六次ナポ闘争っていうのができて、これがまあある意味ではその後の、まあ、自民党は政権を取り続けますけども、でも岸さんみたいなあり方っていうものが一旦切り捨てられますから、その後の日本政治っていうの方向性決めてったわけですね。15年かかってるわけです。沖縄も2014年のようなああいうその政治連合ができるまでには、あれはもともと1990年代半ばの、少女暴行事件があってですね、で、普天間基地の移転問題ができた、20年かかってるわけですね。しかもまあもちろん終わってないんですよ沖縄は。そういう意味では本当にこの3月11日 3.11 っていうこの、あのアクシデント、あの事件、複合震災ってものが一体私たちの、この国、あるいはこの東アジアとかですね、こういう文脈の中でどういう社会的、経済的、文化的意味を持つのかっていうのを、多分それ全体像が分かるのはもう多分もっと10年とかもっともっと後だと思うんですよね。まだ分からないわけです。何が起きてくるか分からないわけです。でしかも歴史の方向がいろんな方向性でさっきも話したように開かれてて、ある一つの出来事が大きく方向性を変えてしまうような、でこれはどう逆に言えばすごく主体的な時間だってことなんですね。自分たちが主体的にやればやるほどある方向性っていうのをですね、変えていけるってことなんですよね。そういう、まあ時間にですね、今っていうのは入っていると。311はそういう意味では風化しないわけです。戦争体験と同じ原点として311は、おそらくこれからもですね、いろんな結びつきを、まあ、やっています。私は大前とですね、大前さんずっとこの5年間一緒にいろいろずっとやってますので、予測したんです、2015年の初めの時に。まあこれはまあ2012年みたいにはならないなと思って全然外れましたよね。でこれは僕毎日この中で言ってますけど、全然見込みが外れましたって言って、でこれは2人でもよく言うんで、昔から言うんですけども、前から言うんですけども、とにかく僕も小熊、まあ小熊さんもその学者ですから、学者でいろいろ分析しますけども、どこで言っても正直に言わなきゃいけないのは、3ヶ月この311以降3ヶ月後に起こることはもう分かりませんと。ただ我々はいつもそれを経験してきたんですよね。2011年の15年の初めにシールズがやった時、まあ2、300人いたかな、あんなことになる誰も思わなかったじゃないですか。そういうことが起きちゃうんですよね。でしかもそれは、さっきも言ったように2012年にたくさん人が集まった後、2年間ぐらいそういう 何十万も集まらなかったわけですけども、ある意味みんな忘れてなかった。そういうものが常にですね、繰り返しですね、いろんなさまざまな課題 で、それは次は労働問題かもしれない、保育の問題かもしれない、でもちろん安保の問題や原発の問題も消えてるわけじゃない、そういうことでですね、いろんなところからそういうその、運動ってのが出てきて、で新しい結びつきっていうのが常に、出ていくっていう過程が、これからも多分、当面続いていくということになると思うんですね。でそういう意味では、さっきも言いましたように非常に主体的にですね、自分たちがやってることが大きな意味を持っていく、一人一人がやることが、やったことがもう意味ある時間だと思うんですよね。もう最初の話に戻りますけど、とにかく市民が5つの政党を動かしたわけですから、こんなことなかったわけですから、そういうことができる時間だっていうことは、まあ本当にこの5年間ってものをの、まあ、そういう意味ではもう最大の意味だったんじゃないかっていうふうに今思います。とりあえず以上です。